カズレーザーが6日、サンデージャポンで、松川るい参院議員ら自民党女性局の参加者がフランス研修の写真を SNS に掲載して、観光旅行などと批判された問題について私見を述べた。研修は松川氏、今井絵理子参院議員ら38人が参加。松川氏がエッフェル塔の前でポーズを取った写真などが SNS に投稿され、批判された。費用は党費や自腹だとしている。カズレーザーは今時大人数の海外研修はそんなに効果あるのか。みんな信用していない。今時そんなことするの驚きと疑問し、少子化対策はフランスは先進国の中でも進んでいると思うんですけど、そういうのを調査研究したいなら日本の中でも研究している文献もあるので、それを調べた上、わからないことを調べに行こうというんだったら、あんまりパリのど真ん中には行かないんじゃないかと語った。